KPC チャンネル。PDCA スクール。はい、どうも皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル、タニニでございます。これね、入試前にやってあげた方が良かったかもしれないけど、まあ今回英語簡単だったから、まあ良しとしましょう。ですね、こちら何するかっていうと、高専入試の過去10年の英語の試験をすべてですね、単語別にピックアップして、どんな単語がどれくらいの頻度で出ているのか、ランキングにまとめたら面白いんじゃないのかっていう風にね、これね、優勝レベルですよね。そう、結構ね、有益な情報だと思うんで、楽しんで見ていてください。じゃ見ていきましょう。どんな風にね、まとめたのかっていう話なんですよ。過去10年。どういう風にやったかっていうと、まずですね、スキャンしている英語の過去問の画像データがあるんですけど、その画像データを文字認識していきます。文字認識。あ、この画像にはこういう文字が書かれてますよっていう風に認識させます。で、その後に、それぞれの単語別にカウントしていくと。そんな感じのね、処理をして数えていきました。ね、高専生っぽいでしょ。そう、皆さんもね、ちょっと勉強したらできますから、やってみてください。じゃあ、そんな感じでやっていったんですけど、じゃあ実際に見ていきましょうって感じなんですよ。で、こんな感じで、ね、今年の、今回の、去年の、そしてその前のっていう風にどんどん処理していきましたね。はいはい。皆さんが受けたのも入ってます。うん。R さんも入れたくなったしか。うん。それ込みで、10年分と。で、いっぱいね、もう見たくないね、これもいっぱいやったから。ということで、じゃあ見ていきましょう。過去10年分の、単語をどれくらいの頻度で出ているのかっていうのを見ていきました。意外とね、英単語ってあんまり知らなくても高専入試の英語って対応できるんだなっていうのはすごい個人的に思いました。じゃあちょっと見ていくとこんな感じです。ちょっとね、蛍光ペンでちょっと印つけていきたいんですけど、まああんまりね、難しい単語ないですよね。例えば、ワイルとかね、見落としてる人いらっしゃるかもしれませんし、あと他にですね、スチールとかね、まだとかって見たけど、ね、英語本当に苦手な人は知らなさそうだよね。あと他に特にないですよね。見てください、いろいろね。オウンとかちょっとね、知らない子はちょっと危ないかもしれないし、そんなに難しくないですよね、全然。リトルとかもね、加算名詞の前につけちゃう子がいるかもしれませんね。うん、これって数えられない名詞の前にしかつけられませんからね、気をつけてください。リーブ結構品質してますね。皆さんこれ毎年1回出されている頻度ですよね。これリーブ、残すとか出発するって意味ですけど、これ意外と品質するってもう分析できますよね。こうやってやるだけで面白いね。はい、じゃあ次行きましょう。イッツ、これはイットのね、所有格が、だからなんだよって感じだけどね、一応ね、触れておきました。これヒューさんっていうのはこれ男性の名前だ。だからこれは気にしなくていいです。ヒロシがね、2年に1回出てるんですね。ヒロシね、おなじみのヒロシでございますけど、ヒロシが2年に1回高専入試の英語に出ていると、それだけでございます。じゃあ次行きましょう。次の単語はこんな感じです。ハー、ヒュー、グループ、グランド、フランス。全然ね、難しくないですよね。フューアーとかちょっとね、ビビっちゃう子いるかもしれませんね。フュー、わずかなっていう形容詞の、まあ、比較級ですね。全然大丈夫だと思います。他にね、特に難しいのないよね。ないね、全然。皆さん全然対応できると思います。だってこれも中2で今から見てもね、ほとんどわかる子がいらっしゃるんじゃないですか。あと、anything とかね、anything。これは不定代名詞だからね、いつも口を酸っぱくして言ってるけど、気をつけてほしいところですね。肯定文で出たらいかなるっていうね、ものっていうね、任意性を持つよっていうふうにいつも言ってます。これは気をつけてほしいです。あと他に全然難しくねえな。ね、全然、once とかかつてとかね、own とかとね、never とかと混ざりそうですけど、どうですか皆さん。あと、まゆみね、まゆみ is って書いてるんだけど、そのまゆみも2年に1回ペースで出てるんだけど、なんかネタ持ってこようと思ったんだけど、まゆみに関しては、なんかあんまりね、なんかネタにできそうな人がいなかったから、ちょっとまゆみはちょっとあかんですね。はい。全国のまゆみさんをちょっと言ってるわけではないので、ご了承ください。ね、まゆみはちょっとネタにできるものがありませんでした。ですが、高専入試の英語にまゆみは2年に1回出てますので、気をつけてください。はい。何を気をつけるんだって話ですけど、はい、続いていきましょう。ジュニアメイク、まあ、ここら辺、このメイクはおそらく作るじゃなくて、メイク OC の方で出されてますよね、おそらく。あと他に、アイドはアイウッドの略ですよというところがポイントでしょう。このゲットもね、ガットですね、ガット、ゲットも、その、何かを手にするって意味ではおそらく使われてないはず。形容詞になる、ゲット C、ガット C で形容詞になる、なったっていう意味でおそらく使われてる方かなというふうには思います。エレメンタリーもこれですね。小学校とかね、小学校っていう表現で使われたりしますし、基本的なって意味もありますよね。特にここら辺、アライブは到着するかな、アライブで。これ到着するって意味ですけど、まあ、ここまで2年に1回出てる単語でも、まあ、全然ほとんどね、黄色でやったところ以外、多分ね、成績が、英語の定期試験がね、80切ってる人でもほとんどわかるんじゃないかなって思うところです。じゃあ次見ていきましょうね。ここどうでしょうか。always って頻度の副詞から始まってます。この ABC っていうのはおそらく固有名詞かな。うん。で、until、これ前置詞なんですけど、ほにゃららまでずっと、接続詞としても使いますね。S が V するまでずっとっていうふうに使ったりします。あとは全然難しくないですよね。代名詞気をつけてください。あ、シャルアイとシャルユね、間違う人多いです。あと、水木は水木しげるですね。はい、以上です。で、次行きましょう。はい、meet, longer, lived, hundred, him。 難しくないね、全然。ここら辺は皆さん単語は大丈夫ですね。で、ボーンもですね、ちょっと高校とか高専入ってから勉強してほしいんだけど、ただのね、これ形容詞って習ったと思うんだけど、実はそう、ただの形容詞じゃないんですね。ちょっと皆さんこれ勉強してほしいところです。じゃあ次行きましょう。200 year 山田もね、8回出てるってすごいね。まあ8回っていうよりかはどっかのね、年度に2回か3回出てる可能性もあるから、まあ、8年分出たわけじゃないっていうのは気をつけてください。thought 10 sunday sports、 ここら辺全然大丈夫ですね。 france、はい、もうここら辺まで全然余裕のよっちゃんですよね。はい、中2の方でもおそらく余裕かなというふうに思います。じゃあ次見ていきましょう。はい、4つ目、だんだんね、1年に1回ペースで出ている、まあその単語になっていきます。
ペイド、払った、払われた、うん、全然難しくない。ちょっと気になる単語が出たら止まりますね。リーフス、これね、名詞のライブズの可能性もありますね。まあ、名詞でこれね、生活とか命っていう意味あるから気をつけるところでしょうね。そう、ライフの複数形でもありますからね、これ動詞のか、動詞の、三人称単数形の可能性もあるし、名詞のライフの複数形でもあるので、これは気をつけておかないといけないところでしょうね。レフト、レイター、全然難しい。however、しかしながらかな。ファミリーズ、excuse か、excuse me とかで出るのかな、会話で。うん、これ言い訳って意味もあるんだけど、多分そこ、その意味で出てないよね、こう、潜入詞に。あと他に、クラス。全然難しくないな。どっかなんか、厳しい単語が出たら止まろうと思うけど、これ、looking for とか、look after とかでね、出されてそうですよね、これ。my friend, drink, came, calendar, any, もちょっと気をつけておいてほしい単語ではあります。これはちょっと、高潜入詞の英語、ね、やっぱ、最近はね、その、駅門ばっかだからね、なんかもうちょっとなんか変な単語出してもいい気がしますけど、大丈夫ですか？オンリーもね、ちょっとね、あのフレーズによっては分かりにくい時があるから、ちょっと印つけておきましょう。ここまで、まだ大丈夫でしょ、みんなさん。あ、じゃあ次行きましょう。かなり頻度増えてきましたね。かなり頻度が増えてきた。疲れてる。すいません。11、モスト。モストこれね、皆さん間違える人多いですね。これ気をつけて。あの、モストはね、大抵ですね。皆さん、あの、多くのって訳す人が多いですね。あの、モスト、メニーと混同しちゃってる方が多いです。ほとんどですね。しかもこれ難しいことに、形容詞としても働けるし、代名詞としても働けるから気をつけておかないといけないところです。あと他に見ていくと、メアリー、人名ですね、これ。ランチ、ラージ、フロアーズ、フィニッシュ、ドリーム、ディデント、ビルディング、ボート、バック、ユース。ああ、簡単ですね。余裕ですね、ここら辺。ライチ、ジペン、ハイ、ゲット、ファーダー。あーね、話題がないですね、これ。あ、トゥックとテイクやっぱ出てますね、いっぱい。まあ、なんて言うんでしょうね。連れて行くとか写真を撮るとか、多義語ですからね、これは。そうそうそう。これは、あの、やっぱり品質かなっていう理由はわかりますよね。あと、他に、エブリの後は単数気をつけてくださいって何回も言いましたよね、皆さんに。あとは、いや、余裕ですよね、これ。手話確信しているっていう形容詞ですかね。気をつけておかないといけません。いや、まだまだ大丈夫でしょう。ね、ここら辺からもっと簡単になりますよね、おそらく品質になるから。だから、高専入試の英語、そんなに難しい言葉使ってない、なのにミスしてしまうっていうのは何かっていうと、やっぱり、情報処理を試されてるんですよね、皆さん、やっぱり。英語力っていうか、なんかあれ、ね、情報処理を試されてませんか？制限時間内に読んで、何書いてるか、ね、把握して、例えば、大文語だったらさ、誰が誰より大きいとか、小さいとか、値段が低いとか、上だとかっていう話をするわけじゃないですか。おそらくそっちの側面が多いですよね、高専入試の英語。ってなんか英語本来の難しさとかじゃなくて、なんかもう情報処理能力をなんか試してる感じはあります。はい、じゃあ次行きましょう。こっからもうほとんど見慣れた単語ばかりだと思いますよ。全然難しい。真由美、ここで出てきましたね。真由美の伏線がね、ここ真由美って所有格出てきたけど、真由美はもっと上位にいましたね。はい、おめでとうございます、真由美様。130位でございます。はい、全然嬉しくないね。はい、じゃあ次行きましょう。オールソー、これオールソー今回出てましたね。ほにゃららもまたっていう副詞でございます。あとはマッチもですね、なんか間違えてる人多いですよね。うん、あと他にマッチはあれですね、あれだ、数えられない名詞につくメニーバージョンですね、多くの。だからマッチマニーとかね、言ったりしますよね。数えられない名詞につくよって、マッチとセットで覚えてほしいところでございます。あとは他にありますか？全はよく出ますね。文頭でも文末でも訳せるようにしておきましょう。あとは、全然ないですね。サムシングもこれ品質ですし、これマヤ文明の話の時にめっちゃマヤって出てるんだ。すげえな。19回も一つのパッセージに出たんだ。すごいね、マヤ。マヤ文明のマヤ。ノーっていうね、この形容詞の否定語。こちらもね、品質ということで、こちらで間違えてる人結構多いと思いますよ、僕。そう、ノーってね、日本語にない感覚だから、ゼロ個のものをほにゃららするっていう感覚はね、日本語にないので、英語独特の表現だから、このノーを使った表現はね、絶対にマスターしておくことが、肝要かと思います。あと他に特にないですよね。ちょっと怖いのが、さっき出てきたこの、it と it、この95番と351番を混ざっちゃう子が結構いるかなっていう印象なので、気をつけてほしいと思います。ぐらいかな。これ next to とかでね、隣接してるっていう、まあ、軍前知識になるけど、それも気をつけておいてほしいかなと思います。で、each other めっちゃ出ますよね。TOEIC でもめっちゃ出るんですよ、each other。そうそう、高専入試でも each other めっちゃ出るということで知っておきましょう。はい、ここまでね、全然なんか、単語ってそんな大したもの使ってないんだってことがわかりますよね。びっくりですね。だからもうぶっちゃけもう、高専受験する人ってもう、この単語とりあえず覚えとけば、単語には困らないってことですよね。あとは文法を見ることと、構文解析する練習と、品詞分解と、長文読解の練習、あと並び替えとかね、あとはその形式にのっとって練習していけば、まあ皆さん結構英語とかね、高い点数取ったと思うんですけど、そんなにやっぱ難しくないんだっていうのは本当、改めてこの単語を見て分かりますよね。どうですか皆さん。じゃあ後半見ていきましょう。ここら辺になるともうほとんど皆さん大丈夫ですよね。中学校1年生の単語ばかりです。この B 動詞の原型はやっぱり助動詞の後に持ってくるとか、先頭に持ってきて命令文にするとかして、おそらく並び替え問題とかでね、ちょっと B 動詞の原型が入ってたらね、ちょっと一瞬ビビったりしますけど、そんな感じでしょうか。あとは全然、前置詞がだんだん増えてきますね。マリ。めっちゃ出てますね。24回もめっちゃ出演してるじゃないですか、マリさん。あと他に、タカシ出てるな、タカシ27回すげえな。上の方にあったらタカシ39回、タカシめっちゃ出てるな。高専入試の番人みたいな感じになってませんか、タカシ。あと他にありますかね、これ、ライクがね、好きじゃなくて、これ、前置詞として出されてることが多いかなと思います。やっぱね、これ見てください。前置詞めっちゃ出てますよね。前置詞。やっぱり皆さんこれ、前置詞マスターしておいた方がいいですよ。前置詞の後は、これちょっとバグですね。すいません、バグです。前置詞の後はですね、名詞っていう風にですね、しっかり文法の勉強した上でですね、高専入試解くときは、
は絶対に前置詞プラス名詞、前置詞プラス名詞をやっぱくくっていってほしいですね。やっぱ前置詞めっちゃ出てますよね。30前後40ってめっちゃ出てますので、必ず前置詞プラス名詞だけは理解しておいてください。塊で何になるかっていうのを必ず勉強しておいた方がいいと思われます。はい、ということで続いて見ていきましょう。はい、こちらでですねほぼほぼ出揃ってますね。ラストトップ10をね最後に紹介して終わろうと思います。 About も一応前置詞用語あるかな。あと With もそう、前置詞 On、 やっぱ前置詞いっぱい出てますね。まあ、当たり前なんですけど、やっぱ前置詞がいっぱい出てるということは前置詞プラス名詞が使えれば使えるほど有利になるわけですよ。塊で形容詞になるか副詞になるかっていうのも決まってるんで、そう、前置詞めっちゃ出てるので前置詞プラス名詞と前置詞のイメージを必ずマスターしておくことで、かなり得点源にはなるんじゃないでしょうか、高専入試の英語ね。そうそうそう、あとはもう大丈夫ね、もう中1の単元だ。じゃあラストトップ10見ていきましょうね。トップ10はもう当たり前なんでもうあんまり面白くないんですけど、じゃあ早速最後見ていきましょう。どうぞ。はい、こちらでございます。はい、あんまり面白くないでしょう。そうそう、やっぱり前置詞が for、 of、 in、 この3人衆は絶対に、まあ、いろんな例文を吟味して、特に of、 特に of はね並び替えでも品質だし、長文で出された時にまあ後ろからね前にかかるように B の A ってね中学校で習うと思うんだけど、それでいいんだけど、そのもうちょっと深く勉強しておくとかなりね塾とかで教えてもらってみてくださいね。オフについて語ってくれませんかって先生に聞いてみるんです。そう、そしたらねもっと読みやすくなるかなっていうふうには思います。でやっぱ漢詞の後座がトップ、ね、2ということで、はい、トップ1とトップ2とね、ナンバー1をね占めてますけど、そう、これは当たり前です。そう、あ、これもだ、前置詞、前置詞がめっちゃ出てるので前置詞プラス名詞をやっぱり塊で見るっていうことをするとやっぱり相当有利になるということは分かりました。はい、ということでどうだったでしょうか皆さん、意外でしたか。そんな感じでガーッて見ていったんですけど、個人的にこの黄色のところがちょっと苦手な人が多いんじゃないかなっていうふうに個人的には思いました。そう、ということで来年度受ける人ぜひぜひこちらでスクリーンショットしていただいて受験勉強活かしてみてください。はい、ということで、最後告知して終わろうと思います。高専入学準備フルサポート予習教材ということで、ね、しつこいですがやっていきましょう。こちらですねやっぱりその、まあ、違う話しようね、同じこと言ってもしょうがないから、僕がねこれ中3の時の春休みやってたら相当楽だったかなと思います。やっぱ部活で忙しいんですよ、運動部入るとね。そうで、プラス新しい人間関係が始まるのでやっぱり心にも余裕がないし、帰ってからですねぶっちゃけ復習する時間ないんですよ、疲れちゃって部活で。そうそうそう、かつやっぱ宿題も出たりしますから、そう、そこでねやっぱ先に春休みでやっとくともうちょっとなんか余裕持った生活を送って自分のしたい勉強だったりとか、そうそう、もうちょっと部活打ち込めたかなとか、結局ねテスト勉強になって詰め込んじゃったりするんで、日頃頑張ってる部活とかの体力とかスタミナとか筋肉とかが結局落ちちゃうっていうねそうそうそう、そういうのがあったから、そう、春休みでちょっとだけね先取り半年ぐらい見とってもいいかもしれません。かなり楽と思いますね。欠点が60点になると結構ねちょっとボーダーという点ではちょっとプレッシャーはあるんですよ。そりゃ60点取るのがすごい難しいってわけじゃないんですけど、やっぱり全教科、まあ、テストがある科目は9、10、11って増えていきますから、そう、ちょっと大変かなというのが個人的な意見でございます。なので超おすすめなんですよ。そうそうそう、でこれ 4,5 科目を通年のね平均通年でやっていくので、まあ通常お買い上げいただくとですね結構お値段いい値段するんですよ。でそれをですね1万円とディスカウントで皆さんと一緒に高専の後の、勉強を一緒にやっていくということで、オファーをかけたいと思っております。はい、でこちら5科目の大ボリュームとなっておりますので、かなりですね入った後余裕を持った学生生活が送れるかと思います。随時更新中なんでね皆さんで楽しんでいきましょう。これね入ってからね向こう2年ぐらいはずっと使えますからね、英語に関してはねずっと卒業するまで使っていただけるレベルにはなると思います。そう、やること多いんですよね、高専でちょっとカバーしきれないんですよ、英語っていうのはちょっと質がねちょっといまいちなんで。そう、決められた範囲の教科書でしかテストがされないから、そう、実力がなかなかつかないんですね。そう、テストで点取れるんですよ、高専の定期試験で取れるんですけど、そのまま出してそのまま覚えてる形になってしまうことが多いので、そうなんですよ、TOEIC とか英検で全然スコアが伸びない。そう、それはね事実なんで、いろんな人に聞いてみてください。おそらく経験者はですね同じことを言うと思うので、ちょっと確認してほしいですね。はい、ということでですね、まあ簡単でなるべく明快で簡単、難しい言葉や説明はなるべく回避して使うと、それは必ず説明すると。そして独学では絶対に到達できない境地に一緒に行きましょう。プラスライバルと圧倒的な差をつけて、どん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 これからも競争ですからね、皆さん高専入学した後も高専入ったみんなで競争していって、社会に出ても競争、ずっと競争、資本主義だからね。そんな感じでね、その競争を前提に皆さんで一緒に先取り先取りしてね強くなっていきましょうということで、商品の紹介でございました。概要欄にですねこちら申し込みフォーム貼っておきますので、もしご興味がある方、ご検討の上よろしくお願いします。はい、ということで、今日はちょっと楽しかったですね。10年分の単語解析ということで、はい、くだらない話も少ししましたけど、こちらちょっと表紙まで戻らせてくださいね。はい、はい、高専入試英語過去10年出る順全分析ということで、英単語ランキングぜひともね、特に来年度受験なさる皆さん参考になさってみてください。はい、それではまたね、またなんて言うんだろう、皆さんにお得な情報が分かったり分析ができたらまた動画出そうと思いますので、よろしくお願いしますということで、また違う動画や生放送でお会いしましょう。それではありがとうございました。PDCA School。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.